傷はそんな大したことはなさそうですよ。結構効いて出たから、うん、ちょっと抗生物質の軟膏をつけときますんで、ね、はい、はい、輪島市河合町の避難所に到着したペット用の移動診療車。車内にはレントゲンや超音波、血液検査の装置が装備されていて、今朝は県獣医師会の獣医師4人が被災者の飼う犬や猫を無料で診察しました。普段行ってるところが被災されてるもんだから、やっぱりちょっと自分よりこいつの心配だから助かりました。ペットの不安というのはやっぱりそういった被災された避難所にいる方の不安でもあるので、相談で少しこうね、あの不安が和らいでいただければなという思いもあります。被災地ではペットと避難できる場所は少なく、一緒に過ごすために車中泊を続ける人もいて、県獣医師会は今後も支援を続けるとしています。